はい、今日はね、書道部の方でね、いろいろお話聞かせていただいて、法人天皇ではね、今からね、正面の方から行って入ってみましょうかね。ここはね、世界で2番目に大きい墳墓でございます。で、1番はものすごい騒がれますがね、2番ですよ、2番。これ初めて言いますね。横はいつも通ってるのにね、なんかこんななってた。これは分かりませんね。いやー、もう森でございます。山でございますね。山でございます。これはね、悲しいかな。周りもね、散策道がないんやって。だから回るんやったら横をね、横の道をぐるっと回らないかんと、そんなことにもおっしゃったんだけどね。山です、山。ああ、すごくなってるね。こんなことになってましたか、天然と。人の手が入ってないとはいえ、いやー、すごくなってますね、これ。2番目やから相当やっぱ大きいんだよね。そうなんですよ。仁徳天皇陵はね、ウルワード周りを歩いてね、 2.8 キロ40分ぐらいかかりましたからね。ここはね、道歩けるようにね、遊歩道がないんですよ。ね、これはどうしたもんやろうね。横を歩いても、入れないですね、中に。ほら、向こう、向こう透けて見えるのか、ほら。向こうも。ね。ここまでが限度でございます。限度。よいしょ。ここなんだ。ここも入られるんだよな。ここも宮内庁ですかね。入れませんよ、ここも。ね、原生林になってます、原生林。ね、残念でございましたね、これ。どうしよう。ということはね、これはちょっと見にくいな。ここからちょっと歩いてみるか。400m ぐらいあるんだよね。あそこが 300m の 250m したら何メートルあるんだろうね。 400m 近くあるんだよね。で、堀がちょっと見えんからな、どうなってるかね。この松はすごいこれ。これはね、やっぱり分かりづらいね。入ったらあかんなってるからさ、あそこね。この段があることすら、いや、あることはあるけど、ねえ、何番2番目があることさ知らんな。なんか あの辺に古墳があるなというぐらいの感じやったね。この古墳は1個、何個もあるの、1個やったこの裏の道通ってもあるし、表の道を通ってもいるしね、1個でしたわ。これも古墳だそうですね。ここなら何も書いてないな。何も書いてないやつ。
かい。すみません、1万2万3万いうのはこれは洞窟などか、これ困りましたね。